大家好，这是我要采访大公司领导的新系列。然后呢，这个新系列的特点是我没有提前给他采访提纲，对，我想要采访他比较真实的、新天说服的一对一的采访。今天的嘉宾是松下厦门工厂的领导姚哥。こんにちは。お久しぶりです。竹内さん。はい、お久しぶりです。はじめぶぜん。はじめぶぜん。2年ぶりですかね。2年ぶりです、ね。はい。普通はね、大きな会社の偉い人にインタビューするときって、絶対インタビュー項目を送るじゃないですか。でもそうすると準備されるから、うん、準備してほしくなかった。はい。まあ、いきなり聞いた方がリアルかなと、うん、うん、はいはい、いいですよ、はい、だからそう、広報的にも大丈夫ですか、こういう事前に一切インタビュー項目を知らせてないっていう、こういうインタビューないですよ。二人を信じてます。信じてる。一番目の質問は、うん、薮田さんはソニーは好きですか。大嫌いです。いきなり、ありがとうございます。早いな。だって いつもそう思ってるもん。いつもそう思ってる。なんで嫌いなんですか。ソニーが悪い会社やから嫌いなんじゃないですよ、はい、ソニーが強くていい商品をいっぱい出してくるから、僕らがなかなか太刀打ちできへんので大嫌いなだけです。ずーっと僕らムービーやっててソニーずっと負けてるんですよ。あ、ソニーのカメラ見た時どう思いました。大嫌い。ソニー大嫌い。で今回その新しいの出したじゃないですか、 S5 Mark II。 はい、出来はどうですか、ソニー超えましたか。ね、正直言って製品としてはまあ太刀打ちできるっていうところまでは来たかなと、うん、ただやっとソニーにの遠い遠い背中がちょっと見えたかなというように僕は思ってます。なんでいきなり謙虚になってるんですか。いやいやいや、じゃもう現実はそうですよ。ああ、そうかそうか。まあ正直僕らもソニー使ってる。まあやっぱりね、ソニーの、オートフォーカス、オートフォーカス、うん、そうソニーのオートフォーカスがやっぱ強いんで、うん、僕らドキュメンタリーを撮ってる人間にするとやっぱどこを動くかわからない、うん、まあ、映画とかまあ、こういうインタビューとかあったらいらないんですけど、うんうん、普段撮ってるドキュメンタリーって主人公がどこに行くか分かんないんですよ、うんうんうん、オートフォーカスめちゃくちゃ大事で、うん、僕らに撮ってみたら、うん、だそうするとソニーの方が正直強い、うん、強かった、うん、だから使ってました、うん、はい、それはね、2年前に竹内さんに言われた時もそう正直感じてたし、僕らも理解してたし、まあ、あの時にちょっとだけ時間くださいと、はい、ね、絶対出すんでっていう約束をして、やっとあのほぼソニーと同じぐらいのオートフォーカスの、うん、性能になったかなと今回は、うん、と思ってる、うん、どれぐらい開発時間かかったんですか。設計着手から、するぞと決めてから、まあ、4年から4年半かかってます。あ、そんなにかかるんだ。はい、ありがとうございます。まあ、これですよね。はい、まあ、僕もこれ使ってみたんですよ、うんうん、なんで今までそんなにオートフォーカスにこだわってこなかった、まあ、今回はこれはすごいこだわったと思うんですけど、こういうふうにやったらええっていうのを分かってたんだけど、うん、やっぱり、何回も言うけどソニーさんが一番初めにそれをもう何年も前に気がついて、うん、そういう方式があるっていうのをやったっていうのが現実ですね。だからオートフォーカスの技術っていっぱいあるんですよ、うん、でそれでずっと僕らも追いかけてきていろんな方式を、採用やってきたんだけど、ソニーさんがやったのをやられて正直びっくりした。ああ、そうなんだ、やられたと、うん、やられたと。で中を見てやろうって決めたんやけど、やっぱり4年間かかってしもたと。どこが難しいんですか。例えばプンとオートフォーカス合わしに行きますと、でここでオートフォーカス合いましたと言った時に、合うたんか合うてへんかというのを、その動きよりももっと信号のやり取りもう何十回も何百回もやらないといけないんで、そこが一番難しいと思いますね。あ、今後もっと速くなるんですか。ね、多分、竹内さんが先ほど言ったようにソニーさんにもうちょっとまだ負けてますよねっていうのは、僕らもそれは理解してるところがあって、だ僕らもこれでは終わりじゃなくて、これをこの技術をうまいことを使いこなしてさらに向上はさせるつもりです、うん、で普段はだいたいカメラマンに撮ってもらってるんですけど、今回初めて自分で撮ってみたんですけど、オートフォーカスは
以前に比べてだいぶ早くなりましたね、うん、はい、ただソニーに比べるとちょっとまだ遅いかな、うん、正直シーンによると思うんですよ、はい、多分ね。ただその色味はやっぱ相変わらずいいじゃないですか、うん、あと好感度、まあ、ある女の子を取材したんですけど、あるバーでインタビューした時に照明がなかったからもう本当にその夜のバーの小さな明かりだけで撮ったんですよ、うん、でも全然あの何ザラつき、うんうん、全くなくて、うん、あこれすごいなと、うん、それはやっぱこだわったんですか。それは絶対こだわりますね。あの特にね、僕らが一番思って僕も思うのは、結婚式、うん、結婚式で中途半端な明るさでしょ、やっぱり、お客さんにとっては一生の一回のことやし、結婚式なんかもう一回やり直するわけなんかないので、そこは昔からこだわってますね。今携帯でもみんな撮れるじゃないですか。携帯のそのカメラの画質もすごい上がってるじゃないですか、うんうんうん、そこら辺はライバルとしては意識してないですか。携帯のカメラと僕らがやってる特にね一眼のフルサイズっていうのは、使い方がね変わるんで、求めてるお客さんが僕は違うと思うんで、だから携帯で一番ええのは撮ってすぐアップできる、はい、でも僕らが買ってくれるお客さんっていうのはそれはそれでやるかもしれないけども、もっと違うものを僕らにのカメラを求められてると僕らは思って、うん、でないとこんなね、中国元で言うたら14,000円、うん、携帯なんか言うても、いや iPhone14 で今やったら5,000円6,000円、うん、で十分なもんがこんな倍以上のお金だ出して買ってもらえるとは僕は思っていない、うん、あの僕一個思うやけど、みんな中国の人カメラ好き言うけど、あれね大間違いと思うよ、カメラが好きじゃない、カメラに撮られることが好きない。それは本当そう。撮られるの大好きですよね、中国人ね。だってなんであんな好きなんですかね。だって撮っとって日本人なんかピッてこうなる人結構おるけど、ピッてこうしてみんな返してくれるもん。それは本当そうです。でアフリカ行ったんですよ。アフリカ人もね好きじゃない。あ、そうなの。もうちょっとやめてみたいな。ああ。ね、それが僕にとっては。なんていうかな、クリエイター天国なんですよ、中国は。何撮っても怒られないっていうか、うん、嫌がられない。そう、だから僕は中国で撮るのが好きなんですよ、うんうん、まあ、そういう意味でも中国はそのカメラ市場はでかいと思うんですね。だからあの、国別に見ると、中国市場が世界で一番大きいんじゃないですか。で今後そのどういうふうに進化させていきたいと思うんですか、このカメラは。もう発表されてるんで、スペックも大体もう発表してるんでいいんですけど、 S5 Mark II X っていうのを出します。 X これ、ありがとうございます。これが X ですか、うん、これ S5 Mark II、これ X、うん、あ、違うね、黒いねこれ、うん、黒いの全部真っ黒じゃん、うん、発売してないでしょ。発売してないですよ。いつ発売ですか。もうちょっと。もうちょっと。触っちゃった。いいでしょ。触っちゃった。何が違うんですか。もう重さは。それは言えない。言えないよ。まあ、いろんなところもね。言える範囲で言ってくださいよ。今は言えない。あ、言えない。もう言ったら僕日本に帰らなあかんようになるじゃないですか。竹内さん。竹内さんに会えなくなるよ。それは困りますね。何が違うんですか。PE するからちょっと教えてください。ピー入れとくから、ヒヤヒヤしてる。まあ総計量いきなり何言い出すか分からないから。値段も知りたい。値段はいくら？言えるか、お前言われへんようなこと聞くな。知りたい、一番知りたいとこじゃないですか、値段。まあまあ。値段いくらですか？ワンマーク、ツーマークぐらい高いぐらいやと思うよ。ワンマーク、ツーマークってどういう意味？まあだから。まあちょっと。マルヒって書いてあるよ。これ嬉しいな。まだ発売されてないカメラ触るっていいよね。まあ5月ということで。まあそんなもんでしょう、はい、でちょうどねここに今撮影してるこの2人も、まあ、特に彼もパナソニックファンなんですよ。ありがとうございます。なんか聞きたいことない。いつソニーを超えるんですか。いつソニーを超える。いつソニー超えるんですか。だって俺より強いのは嬉しいだね。ソニーを超えるいうのは、2つあって、1個は商品としてを超える、
うん、それがお客さん買うてくれるかどうかは別にして、でもう一個が僕が超えるいうのは中国の市場でソニーのシェアに勝つ、僕がそこがほんまに勝つことやと思う。で今シェアどれぐらいなんですか、何パー？うちはね、まあ2年前よりは上がって、まあその瞬間瞬間があるけど、多分 10% もうちょっとで低下かかるぐらい、 8% とか 7% やと思う、うちが。あ、2年前から比べたら 1.8 倍ぐらいにシェア上がったんや、この2年で。でこの売買ゲームでいったら来年 10%、 再来年 15% ってなる。うちが上がるいうことはソニーのシェアは下がるんや。そうね、で今下がってるんですか、ソニーのシェア。いや、あの違うメーカー、ソニーは下がってるの、違うメーカー食ってると思うよ。いつか50対50になるかもしれない。かもしれない。その時は本当のガチの勝負と、うん、まあ、だから僕が今言うてるのは、あの去年のデータなんで、この機種、S5 Mark II が出る前なんで、はい、まあ、これが出て、もっと上がることを僕らは願ってる。ただね、交換レンズの市場はあのオセロみたいにひっくり返すのは難しいんですよ。要は財産何か言うたら交換レンズの共闘なんですよ。だからどこのメーカーもマウントかつけて装着できへんので、うん、だ正直うちの会社も、まあ、僕もこれ使ってすごい良かったんですよ。で全部うちの会社のカメラをソニーからパナソニックに変えるかっていうと、うん、その決断はなかなかできない。いいでしょ。今おっしゃったようにレンズがもう全部買っちゃってるんですよ、うんうん、ね、それも全部捨ててこれに変えるのかと思うと、なかなかこう踏み、もう一歩、最後の一歩を踏み出せない自分がいる、うん、実際カメラは本当にいいです、僕もこれを使いたい。だけどやっぱレンズの金を考えるとなかなか踏み出せないんで、ちょっとただで提供してもらえないですか。それが言いたかっただけなんだ。それ竹内さんに提供したら中国のみんなクリエイターにうち僕提供したらなあかんじゃないですか。はい、そんな感じで、はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。皆さんさようなら、はい、ありがとうございます。 OK?現実を喋るよ。緊張した？してない。緊張したでしょ。緊張はしてないけども、頭をくるくる回った。どうやって。